こんにちは、スタイリストの大山俊です。いや、今日はですね、久々にここ来ましたね。皆さんどこだかわかる方もいらっしゃるかなと思うんですが、今回来たのはですね、こちらユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング自由が丘店さんなんですね。もう僕もですね、1年半ぶりくらいだと思うんですよね。以前ですね、冬に一度訪れてここで撮影したことを覚えてるんですが、まだ外でのロケがですね、全然慣れてなくて噛み倒した記憶があるんですね。その時には自由が丘がなかなか言えなくて、そこだけで20回ぐらい噛んだんですが、今回はですね、ちょっとこうロケにも慣れてきまして、成長の成果が皆さんにも少しでも伝わればいいかなと思っています。で、今回はこちらの店舗の中でですね、秋物、そろそろ皆さんも見たい頃じゃないですかね。まだまだ暑いんですけども、もうそろそろね、秋の新作を見たい頃になってきたので、今日はこちらグリーンレーベルさんの店舗で秋におすすめのアイテムをですね、5個ご紹介していきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、じゃあ早速中に入ってみましょうか。はい、まだですね、オープン前なので、これ自分で開けますね。ずっと開けてですね、お店の方中に入っていきたいと思います。はい、こちらの店舗2回目の撮影になるんですが、1階が、レディースになりまして、2階がですね、メンズなんですね。ちょっと上がってみましょうか。はい、路面店ということで豪華ですよね。こういったなんかノースフェイスのね、こういった T シャツがあったりだとか、この辺りはちょっとキャンプ道具ですか、ね、コラボレーション作ってるものとかがあったりだとか、正面見るとちょっとドレスですかね、このビジネスカジュアルっぽいジャケットもね、秋の雰囲気が出てますね。いいですよね、こういうチェック柄だとか。このオリーブのパンツもなんか気になりますよね。ちょっと後ほど触れていきたいなと思います。だいぶ秋物が増えてきましたよね。もう夏物にね、結構僕自身もね、お腹いっぱいの感じがしたので、そろそろ秋物を買いたいなと思ってるんですが、ちょっと早速見ていきましょうか。なんかね、色合いもちょっとこういったブラウンとか、秋らしくていいですよね。あとこのね、ダークグリーンなんかもこう、秋のちょっとこう、深みのある色味で、なかなか素敵だなと思うんですね。気になりますね。なんかカーディガンも、通常であればこのあたりのブラックを選びがちなんですね。これはこれでめちゃくちゃいいんですけども、なんかこのね、グリーンのカーディガン気になりますね。ちょっとこれ、後で着てみたいですね。あとはボトムスも、このあたりも鉄板で使いやすそうですよね。イージーパンツで、後ろがゴムになってるんですけども、ちょっとこう見え方としてはスラックス調なんですね。特徴的なのはセンターですよね、これ。通常クリースって言ってこう、なんでしょうね。アイロンで、折り目がついてる感じなのが、ちゃんとこう縫ってあるんですよね。これわかりますかね。そうなると、この折り目って履いてるとね、どんどん消えてっちゃうんですよ、こういう感じでね。履いてると消えてっちゃうんですけども、ちゃんと縫われてるので、その部分がちゃんとね、キープされるっていうところも含めていいですね。ちょっとワイド目で、僕もこのシルエットはなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。この色もいいし、あとはなんといっても先ほど触れましたが、このブラウンいいですよね。どうでしょうか。ブラウンっちゃブラウンなんですけども、ちょっとこうオリーブっぽさもあって、品がいい仕上がりになってますね。ちょっとね、いつもブラックが多いので、これは後で履いてみたいと思うので、楽しみにしていただきたいなと思います。はい。ねえ、ちょっとなんかいろんなものあって目移りがしますが、せっかくなのでちょっとカーディガンから着てみましょうか。今ちょうどですね、今日は長袖のシャツを着てるんですが、これをですね、脱ぎまして、グリーンのカーディガンって僕着たことあったかな？あんまり着てる記憶はないんですが、シャツなんかはね、割とグリーン系は着ること少なくないので、どうなんだろう？ちょっと着てみますね、皆さん。こんな感じです。なんかサイズ感、これ M なんですね。僕身長164センチ53キロと小柄なので、S を着ることが、ジャストサイズとしては合うんですけど、これが M サイズで、全然大きすぎることはないですね。ちょっとこうサイズ感も最初からゆとりがあって、肩のラインもここですね。だいぶ落ちていますし、ベーシックなカーディガンというよりは、現代的なシルエットになっていて、ちょっとこのあぜの感じですね。この凹凸感も含めて、なんかこう表情があっていいんじゃないのかなと思いますね。で、やっぱこのグリーン、いいですね。なかなか色味が良くて、秋らしいし、なんかね、ブラックもいいんだけど、ベーシックなところから少しずらして、秋らしさだとか、人との違いを出してあげるのもいいかなと思うんで、これ結構グリーン、一押しですね。今時期だったらもう本当にね、T シャツの上にさらりと着てあげれば、秋の着こなしが
完成ということで、このままやっていただければと思います。ボトムスは先ほどのね、このブラックのちょっとワイド気味のパンツと合わせてもいいかなと思うので、このような形でコーディネート組んでいただければ、一発で仕上がるので、このカーディガンはなかなかいいですね。ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。はい。あとはですね、ちょっと向こう側に進んでみましょうか。はい。なかなかジャケットとかね、シャツとかも入ってきてるんですね。はいはいはい。これチェックシャツ。いいですね。なんか僕の動画の中ではね、結構チェックって難しいっていうお話してますけども、結構最近はチェック側の中でも大人見えするようなものも増えてまして、例えば、このあたり、良くないですか？なんかチェックの中でも結構ね、この背景と色がですね、近いので、そんなにこう派手見えしないというか、大人っぽく感じられるような、このブラウンとネイビーですか？のチェックなかなかいいんじゃないですかね。ちょっとこれ、実際に着てみましょうか。なんか新鮮な感じがします。個人的にはあんまりチェック着ないんですが、これはね、なんかすごく惹かれますね。ちょっと見てみたいと思いますね。で、襟型見てみても、こう、バンドカラーになっていて、バンドカラー愛好家の大山としてはですね、これはちょっと見逃せないアイテムですね。サイズはですね、まあ、ちょっとこれワンサイズ上げて、M から着てみましょうか。うん、ちょっとね、今はトレンド的には、ゆったりめのものがですね、多くなってきてるので、これを T シャツの上に羽織ってみましょうか。はい、いいですね。ちょっと鏡の前に行っていいですか？はい。こう、動画でね、なかなか自分が見れないので、あ、いいですね。これはいいですよ、皆さん。うん、なんか僕としても新鮮ですね。はい、なんかチェック柄ということで、ちょっとポップな感じが出るのかなと思いつつ、やはりこう、ベースがネイビーで、そこにブラウンっていうところで、大人っぽい見え方しますね。どうでしょうか？なかなかいいですね。サイズ感もなんかそんなに大きすぎないので、これぐらいであれば気軽に羽織りやすいかなと思いますね。T シャツの上にチャラリと着るだけで、先ほどのカーディガンだと、まあニットのちょっと厚みもあって、暖かみも出ますし、今時期だったらね、こういったシャツ1枚でサラリというのもいいんじゃないですかね。これいいんじゃないですか？個人的にもなかなか欲しくなってくる感じかなと。あとはボタンも閉めても全然印象は変わるかなと思いまして、まあ第一ボタン、第二ボタンは開けて、その下をですね、このように止めてあげて、少し着崩す感じですかね。まあ腕もちょっと今時期だったらまくってあげるぐらいの方が、まあリラックス感があっていいんじゃないですかね。うん。あ、これはいいですね。これ買って帰りたいぐらいです。なかなかいいので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。価格もね、割と9900円、1万円以内なので、まあ、シャツとしては結構手軽かなと思うので、これはいいですね。ぜひ僕もちょっとチェックしながら行きたいと思います。はい。続いてですね、じゃあ向こう側行ってみましょうか。この中で、そうだな、このあたりのシャツですね。グリーンレベルの中ではもう定番的にやってるシャツなんですが、ね、雰囲気いいですよね。表面の光沢感もあって、ちょっと色もね、秋らしくて。これいいっすよね。色がベージュと、あと、これもいいっすね。これモカか。やっぱこういう秋らしい色っていうのが持ってるとかっこいいですよね。どうしようかな。モカもいいし、あとこれ。これは、ミディアムグレーか。いい色ですね。これまた、ね、僕大好きな色ですね。なんかこう、ちょっとグレーと言いつつ、ブルーの雰囲気もあって、まあ、この曖昧な色の感じがね、なかなかいいんじゃないですかね。はい。ちょっと着てみましょうか。これも、先ほどのバンドカラーもいいですが、レギュラーカラーもね、やっぱりこう、大人っぽくて、襟型としては使いやすいかなと思いますね。こんな感じで。あ、いいんじゃないですかね。どうでしょうか。うん。僕のね、大好きなブラックのパンツとも相性が良くて、はい、こんな感じ。1枚着れば、ちょっとこうね、ドレープ感も楽しめつつですね、ゆるい感じでさらっと着れるので、これいいですね。なかなか秋らしい渋みのあるカラーで、このあたりもいいな。今すぐ使えそうですね。これも腕まくりしながら僕は着たいなと思うんですけども、なんかね、このコットンのね、素材もいいんですが、こういった光沢感もあってね、上品に見える、こういった素材感も、僕は好きですね。どうでしょうか。はい。これで秋の着こなし、完成しちゃいますね。うん、いい。欲しくなりますね。
はい。まあこういうね、爽やかなね、ストライプなんかもいいんですけども、爽やか系を狙うか、もしくはちょっと大人っぽいね、上品な感じを狙うのかってところで、全然雰囲気変わってくるかなと思うんですが、個人的にはこのね、ちょっとミディアムグレーのカラーが気になったので、ぜひ皆さんにお勧めしたいなと思います。はい。これを着ながら動きましょうか。続いてはですね、気になるのはどうかな。小物もね、結構充実してるんですね。なんかちょっとアーペー製のね、コーナーがあったりだとか、このあたりのブリーディングもね、めちゃくちゃいいんですよね。コラボレーションしてるやつで、これもね、動画の中では何度もお伝えしましたが、このトートバッグですか。これもね、使い勝手めちゃくちゃいいんですよね。で、サイズが大きすぎないし、横長で収納量もしっかりと確保されていて、まあ、ブリーディングのね、この武骨な感じも楽しめるので、これもいいんですが、まあ、僕がね、その中で気になってるのが、ちょっと靴のコーナーですね。見ていただきたいなと思うんですが、まあ、いろいろありますね。ここにしかないようなものもあったりすると思うんですよね。このあたりのね、スペルガのスニーカーもめちゃくちゃ軽くて使い勝手が良さそうですし、あとね、ちょっとこうサスティナブルな素材使いが特徴のこのね、ベジャとかもね、ちゃんと揃っていていいし、その中でも、まあ、ジャーマントレーラー、グリーンレーベルといえばね、この定番のジャーマンがありますが、これの中に新色として出たのが、今回はこちらなんですよね。ホワイトなんですけども、ちょっと見比べていただくとわかるんですが、ソールの部分の色が違うんですね。こちらが定番の、いわゆるこう、ゴム底っぽい感じのですね、まあ、ブラウンぐらいの色味ですね。それに対してこちらは、ソールまでしっかりとホワイトということで、よりこう、クリーンに清潔感が漂うような仕上がりになっていて、僕、この感じすごく好きですね。まあ、ジャーマントレーナー僕もいくつか持っていて、こういったね、あの、定番のグリーンレーベルさんの持ってますが、こういったソールまで白いものも持っているんですが、非常に近いですね。これはめちゃくちゃいいんじゃないですか。より大人っぽく綺麗に履きたいのであれば、ホワイトソールおすすめなので、これもね、8690円なんですね。相変わらずコスパが高いですね。まあなかなかいいので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。あとでね、ボトムスと一緒に合わせてみましょうか。はい。そしてちょっとこちらはドレスっぽいアイテムがいろいろとあるんですけども、こちらも見ていきたいなと思うんですが、この中でね、ちょっと気になってるものが一個ありまして、うん、ジャケットもね、こういったチェックっぽいものもいいんですよね。ここら辺着れたらめちゃくちゃおしゃれですよ。通常だとネイビー、無地とかね、そのあたりなんですけども、こういうブラウン系のチェックもいいですし、まあ、ちょっと僕はですね、今回カジュアルでも使えそうなジャケットがいいのないかなと思って、まあ、先ほどね、下見した段階でこれが気になったんですよ。ダブル。僕普段動画の中で結構ダブルのジャケット着てるかなと思うんですが、こういったものって、まあ従来であると結構カッチリとしたイメージがありましたが、僕はちょっと緩めのサイジングで T シャツの上なんかに着るのが好きなので、これちょっと着てみたいと思います。サイズはどうかな44で S。ちょっと今回は少しゆるっと着たいので、46で着てみたいと思います。はい。ねえ、まあ、ダブルのジャケット着たことがある方って、かなり少ないと思うんですね。だけど、これまたね、なかなかいいんですよ。ちょっと着てみましょうか。いいですね。色は、これは何なのかな？これもミディアムグレーですね。最近ちょっとネイビーもあるんだけども、こういった、ね、グレー系のものも人気になってきてますね。あ、どうですか？いいですね。ちょっとこう、緩めのジャケットを、カーディガン感覚でさらりと着るっていうのも、個人的にすごく好きなんですね。うん、サイジングもいいし、まあ、襟のね、大きさもちょっと太さがあって、クラシックな雰囲気があるんですが、使い勝手いいですね。まあ、あえてね、これタイドアップとかするのではなくて、ちょっとこう、T シャツの上にさらりと着て、大人っぽくですね、ちょっとこうね、奥様とランチに行くのもいいと思うし、なんかまあビジネスカジュアルでね、これぐらい着るのも悪くないかなと思うんで、まあもうちょっと季節が進んだら、この下に、丸首のニットなんか合わせてもいいと思いますし、あとはね、なんか、そうだな、デニムのシャツみたいなもので合わせてもいいかもしれないですね。こういった、デニムのボタンダウンシャツの中に着て、あとニットタイプなんか締めてあげてもバランスがいいかなと思うので、少しなんか正統派のジャケットスタイルよりは、少しカジュアルな形で合わせてあげるとバランスがいいかなと思うので、このジャケットいいですね。なかなか仕立ても良くて、うん、これは
これからの季節めちゃくちゃ活躍しそうなので、ぜひね、もうジャケットはすでにいっぱい持ってる方も、こういったグレーのダブルのジャケット、ね、なかなかいいので、チェックしていただければなと思っています。はい、ということでね、まあ大体いろいろ着てみたんですけども、先ほどね、ちょっとチェックしていた、あちらのブラウンのパンツ、これがね、ぜひ着てみたいなと思ったので、これをちょっと履いてみたいと思います。はい、ということで着替えてみました。どうでしょうか？はい、いいですね。めちゃくちゃいいですね。なんかブラックのパンツをね、よく履いてるので、個人的にはすごく新鮮さがあるんですけど、新鮮さがあるんだけど、全く違和感がないですよ。着た瞬間から、あ、これはヘビロテできそうだなっていう雰囲気が伝わってくるので、かなりいいですね。で、実際に手に持った時って、割とこうワイドだなって感じしたんですけども、履いてみるとそんなことなくて、なんかちゃんとドレープ感があって大人見えするってところと、やっぱりね、センターにこういったね、縫い目がしっかりとついてることで、綺麗に見えますよね。これがもう半永久的に取れないってところで安心感もあるし、かなりいいんじゃないですかね。はい、これいいですね。なんかワイドなんだけども、ワイドすぎないってところで、このあたりのバランスも含めて、さすがよくできてるなと思いますね。で、色がやっぱりいいっすね。ブラウンなんですけども、その中でもちょっとオリーブ見えして、表面の光沢感のおかげで、なんかこうね、カジュアルに見えすぎないところが、バランスいいなと思いますね。で、足元は先ほどのね、この、ジャーマンのホワイト。いいっすよね。ここのソールまで白だと、よりこうクリーンで上品な感じが伝わってくるので、まぁ、ちょっと癖がある感じが好きな方は、通常のジャーマンのホワイトでいいかなと思うんですが、よりこうホワイトレザースニーカーっぽく履きたいのであれば、こっちの白ソールの方が使いやすいと思いますね。僕はどっちが好きかっていうと、結構こっちもすごい好きっすね。なんかコーディネートによって履き分けたいって感じなので、これもすごくおすすめですね。まあなんかオリーブとかブラウン系のパンツってちょっと失敗するとやぼったく見えるので、靴はホワイトでちょっと清潔感だとか明るさを出してあげるのが一番ハマりがいいと思うので、ちょっとこちらを合わせてみました。で、シャツはね、さっきのこのかなり気に入りましたネイビーベースのブラウンチェックというところで、まあ色拾うって感じですかね。このチェック柄がブラウンなので、ボトムスとちょっと色を合わせて、ね、ちょっとこうコーディネートしてみましたが、こんな感じで秋らしさを出してもらうのもなかなかいいんじゃないですかね。いや、このまま今日は帰りたいと思うぐらい気に入ったので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング自由が丘店さんにお邪魔をさせていただきまして、まあ店内だいぶ自由に使わせていただきましたが、秋のおすすめのお洋服をですね、5点ご紹介するはずだったんですが、もうその流れで5点が6点7点ぐらいになってるかなと思うんですが、まあ僕の中で気になったものをですね、皆さんに全力で解説をさせていただきました。まあ本当にね、秋のお洋服って先ほどもお伝えした通り、色鮮やかで、なおかつですね、重ね着も楽しめるので、すごくいい時期なのかなと思いますね。もう本当にね、少しずつ店内にも秋物が増えてきてるので、ぜひ皆さんもですね、店舗に訪れて、いろいろと試着をしながらですね、秋の装いを楽しんでいただきたいなと思っています。僕も今回着た中でですね、すごく気に入ったものは何点かですね、実際に着ながらですね、皆さんに今後の動画の中でもコーディネートも含めてお伝えをしていきたいなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますし、時々お店なんかにもですね、訪れながら、旬なアイテムなんかを全力でお伝えしたいなと思ってますので、これからも楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。